ブライアン・マイケル・ダウニーは、アイルランド・ダブリン出身のロックドラマー。幼馴染みのフィル・ライノットと共にロックバンド・シン・リ・ジーを結成。シン・リ・ジーでは、作曲にも数多く参加し、アル・ミューズイックの評論家、エドワルド・リバダビアによれば、彼は、同時代のロックドラマーの中で最も過小評価されたものの一人であるとのこと。ローリングストーン氏の選ぶ。 歴史上最も偉大な100人のドラマーにおいて82位。アマチュア時代から数多くのローカルバンドでプレイ。過去一緒にプレイした間柄でもあるライノットの誘いで彼のバンドオファンージに加入。そしてギタリストのエリック・ベルと出会い、ライノット、ベルと共にトリオ編成のシン、リジーを結成。その後、ベルの後任であるスコット・ゴーハムが バンドに定着した以外メンバーは目まぐるしく変わったが、ライノットとダウニーは一貫して在籍し続けた。ダウニーはライノットのソラオアルバムでもプレイした。1986年1月4日にライノットが死去し、同年5月、アイルランドの失業者支援コンサートセルフエイドで人よ限りの再結成ライブを行った。その後ジョン・サイクス、スコット・ゴー・ハム、ダレン・ウォートン、 マルコメンドーサラと共に、トリビュートシン・リジーでもプレイした。2005年8月20日、フィル・ライノットのアイルランドへの功績を記念して、ダブリン市内にライノットの銅像が建立され、その除幕式にダウニーも他のメンバーと共に出席、追悼コンサートでもプレイした。2007年には、ゲイリー・ムーアのアルバムクローズ・アズ・ユー・ゲットのレコーディングに参加し、ツアーにも同行。 2010年には、再度新理事に復帰し、2011年には、ライノット没後25周年記念ツアーも行った。ありがとうございます。